セミナーにね、セミナーとセミナー、インレクチャーで、ね、レクチャーでしていきたいと思います。今日のテーマは風船でしたね、忘れてませんよ、大丈夫。さあ、風船ですね、風船のレクチャー、風船ってどういうふうにやるかっていうとですね、こんな感じです。じゃあちょっと見てください。見えますか見えますね、素晴らしい風船が見えない、見えないですね、見えないときはうーんって言ってください。見えませんね、見えませんね。このままでも皆さん、あの風船を膨らますときこんな風にやってると思うんですよ。これはちょっと置いといて、こんな風に多分これでいけるんですよ。こんなもんですよね。でもこれだと、もしセリフがない場合はこれが風船だと分かりません。セリフがあったらいいですよ。あ、風船膨らんじゃったって言えばいいですからね。でもパントマイムの場合はボディ、あのセリフをね使わないことが多いです。最近はね使ってる方もいらっしゃいますけれどもいらっしゃいますけれども、あの使わないことがまあまあ多いということで、これをじゃあここにある風船をですね、どうすれば風船のように見えるのかっていうことですね。その時に使えるものはボディしかございません。とりあえず、とりあえずね。さあ、その時にパントマイムは、まあ、今回4回目ですけど、 3回とも言いましたが、ボディで、表現したいものの真似をボディに取り入れてあげるっていう作業をしています。するとこういう感じです。まあ、風船ってどんなものですかっていうと、例えばこれはこう、まあ、こういうものではないですよね。これ紙みたいな感じ。じゃあどういうものかなっていうと、どんな材質かなっていうと、そうですね、ゴムみたいなもんですね。ゴムみたいなもんです。じゃあセリフ使わないでこれがゴムみたいだってことはちょっとやんなきゃいけないってことですね。じゃあこんな感じです。ちょっと伸びた感じしましたね。ってやっていいんですよ。そう、でもちょっとこれちっちゃいですね、表現が。まあ普通だったらこうです。ですが、これをじゃあもうちょっとボディでこの真似をできないだろうかという時にこんな感じになります。ちょっとボディのね伸びを使ってみました。ね、そうするとこれがゴムだっていう感じしますね。もうやんなくていい。さあ皆さんのところに風船を私は今日は用意しましたよ。右手をグーにして出してください。さあ開きますよ。ほらあった、ちょっと持ってください。ありますね。さあこれをですね、端っこ持っていただいて、ちょっと伸ばしてください。あ、いいですね、ボディも入れていいですよ。疲れました。今日いろんなね、こうアーティストの方がねあ、いいですね、できました。ゴム、あの風船ちょっとほぐしておいてあげた方が空気入りやすいので、こんな風に最初にねほぐしてあげます。それでこの風船をどういう風にやるかっていうと、あのまあいろんな先生によって風船の作り方もねいろいろちょっと違ったりするんですけど、まあうちの場合はこんな感じですね。わざわざこの風船をですね、今日こういうのクリスは喋れませんね。これはまあ今これ平たい、あの畳まれた風船、皆さん持っててくださいよ、なくさないとね。はい、これをねこう畳んであげる、こう何、あのぺったんこの風船の真似を手でしてあげてる感じ今。そしてここに空気を入れてあげる感じになります。じゃあちょっと見てみましょう。ちょっと硬いですね、硬いですね。いきますよ、せーの。というふうに膨らみましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。これちょっとサンプル置いといて、もう一個いきますよ。じゃあ今ボディをどういうふうに使ったかっていうとですね、実はこの風船の真似をボディ取り入れてあげてるんですけど、さあシスターはどこに風船を入れてあげたでしょうか。3択です。1番足、2番お顔、3番胸。さあ皆さん 1か2か3かを指で一気に上げますよ。いいですか。
なんだった？1番足、2番お顔、3番胸。いきますよ。せーの、じゃじゃん。ちゃんと上げといて、上げといて、上げといて。さあ、正解は3番胸です。さあ、今日ね、今当たった人はワンポイントゲットですよ。あのポイントはまだまだですよ、すいません。さあ、実はですね、この風船が膨らむのを胸で真似してあげました。どういう感じかっていうと、たたまれた風船をこういうふうにちっちゃくしておいて、膨らむと同時に胸が膨らんでます。せーの、あー、ちょっと真似だけしてみると、こういう感じ。ふん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 、胸が開いてきましたね。胸膨らまないとこういう感じですよ。ちょっと嫌ですよね。なんか軽い感じがしない感じ。ちょっと風船が軽い感じにさせたいので、ここをちょっと浮かんできたい感じなんですよ。なので胸を開きながら、お顔も上げてあげて、軽い感じを出してあげてる感じ。そうすると風船がちょっと浮かんでくる感じしますね。明日やるときこれはね、覚えておいてください。これはね、ここをちょっとこう止めていただいて、さあ今度は突くときです。突くとき、ここに風船があります。これを突くときは、あの、実際だったらこんな感じいきますよ。これでもいいですね。実際こういう感じについてます、多分。なんですけど、こうするとちょっと見えにくいので、お顔にこれ、あ、お顔じゃないね。お顔じゃないね。胸の中に風船をちょっと入れてあげます。入れてあげるとこんな感じ。胸が浮かんで降りてくる感じ。もうちょっと入れてあげました。そうです。なので明日やるときはね、ここの胸の風船も一緒に飛ばす感じ。風船がなくてもこういう感じよ。ボディが風船になってる。ありがとうございます。さあ、ではじゃあちょっとね、皆さん、あの、膨らめるところからいってみましょう。今のおさらいできてますね。大丈夫ですね。一番そうして、まあちっちゃいところから行きましょう。さあ、ご自分のペースでどうぞ。いいですね。そう、ちょっと今日はちょっと会場が狭いんで、そこまでで、お口はまだうんってなんで、ね、会場ってこう取って取って取ってよ。はい、取った。はい、これちゃんと閉まってよ。はい、閉めた閉めた。はい、じゃあこれをですね、ちょっとご自分の上だけに上げてください。せーの、胸もちょっと上がる感じ。ポン、いいですね。はい、降りてきた。ナイス。ポン、いいですね。降りてきた。ナイス。オッケー、いいですよ。ナイスナイス。さあ、こんな感じでね、風船の仕組みを分かっていただきましたでしょうか。ありがとうございます。すごいですね。はい、お疲れ様でした。じゃあ、ということでシスターのミニレクチャーはこれにて終了でございます。この後、続々と作品が出てまいりますので。